こんばんは、ショコです。今回はトラッパーで遊んでいきたいと思います。そして、今日使用するアドオンなんですけども、罠の使用速度じゃねえや、罠を仕掛ける速度がめちゃくちゃ速くなるやつを2種類つけてきました。なんで、こんな感じでね、超速く置けます。これ重複してんのかな？罠を設置する速度が上昇する効果が重複してるかどうかはちょっとよくわかんない。え、なんだこの人、なんか目の前にいきなり負傷してる人現れたんだけど珍しいね。弱音はなしだで、まあ多分スプマ持ってないってことは、まあデッドハードとかなんだろう、あとしなやかあたりつけてるかな。まあ、とりあえずいろいろ仕掛けていくか。ちなみにこの設置速度が上がるアドオンなんですけど、オプションで罠を破壊する速度が遅くなるのと、なんだっけな、罠から脱出できる確率が下がるとかなんとかいう効果も確かついてます。なんで、ただ罠を設置する速度が速いだけではないというわけですね。はい、さあこんなもんでいいかな。ささやきが発動してるところを中心に、まあ、策的頑張っていきましょう。まあ、というかもう弱音はなしだの人を早めにサクリファイスしてもいいんだけど、まあ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 、でも適当にねやっていきますか。このウィスパーはここら辺かな。でも回ってないんだよね。あ、こっちじゃないな。真ん中、もうちょい真ん中寄りだ。こちら辺か。もしかしたら上の宝箱とか開けに行ってるかもしんないね。行ってみようかな。さすがに、あ、あ、じゃあ、宅建。逆行ったか。これ罠解除されたらめんどくさい。あ、いや、大丈夫だ。しばらく誰も見つからない状態が続いてる。これはちょっと良くないな。あ、いた。あれ？弱音はなしだけど、なんか特に逃げる用のパークついてない？これはでもすごいやりやすいね。多分弱音はなしだをつけてるってことは、おそらくなんか逆境魂とか、あと This is not happening とかつけて、あ、なんかいる。ケイト。いや、そっちじゃないんだよな。あ、そっちでもいいや。ありがとうございますこの辺罠地獄だからありがたい。はい、でさすがに同じとこ仕掛けるとバレちゃうから、ちょっと場所変えようか。どうしようかな。でも言うて仕掛けるとこないんだよな他に。おーっと、それはよくないね。この入り口らへんに仕掛けるか。丸見えなんだけど、ここは設置しておかないと後々めんどくさいから。ここもう一個仕掛けるか。二重のね、手前にあるだけかなって思わせといて、実はそっちにもありますよと。この罠を解除した人がいた。よし、これ罠引っかかるぞ。何やるな。見えてんのか、それとも、あ、しかもオブセッションか。だったらなおさら罠引っかかってほしいな。頼む、罠引っかかってくれ。あ、なんか気づいてるっぽい。あ、オッケー。こうやって罠引っかければ、最後のお楽しみのトークン減らずに済むからね。よし。あれ。さよなら。殴ったら減っちゃうから、違う人をかけます。お、回復しきって、ナイス。この板倒しありがたい。この板か。この板そんな強くないんだよね。ほっほっ、よしオッケー。さて、弱音くんリーチで一釣りが2人かで、1人もストライク使わせてるし、まあまあまあペースはいいね。板も消費させられてるし、
あともうちょい罠張り巡らせたいね。やめてくださる？ちょっと。はい。オブセッションは追わない方向で。ただ帰ってきそうだな、あの人。あ、帰ってきそうだね。まあ、まあいっか。帰ってきたら、帰ってきたで。どうせ追わないし。発電機回してもらおうか。こんにちは。帰ってきました。よし、いいね。順調に、最後のお楽しみのトークも溜まって、追撃が早くなってきてる。これ。罠仕掛けよう。ちょ、見えてるけど。あえて、見えるとこに仕掛ける。ことによって逃げ道を、まあ、立つというか、そういう感じでね。で、これ、弱音くんが救助は絶対来ないんだよね。来てほしいんだよな。できる。いた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 。見つけてしまった。こんにちは。とどめさすか。はい。珍しいな。デッドハードも、まあ、おそらくスプリントバーストも持ってないのってなかなかないよね。まあ罠解除されちゃったな。でも全然ちょっとの時間稼ぎにはなるか。これめちゃくちゃ速いよな。ハグの罠かくスピードぐらいあるかもしんない。でこの小屋も強いから仕掛けておこう。発電機回ってる？あれ。で、ここに仕掛けます。あえて窓とかではなく、ちょっとトリッキーなところにね、仕掛けることにより、まあ、サバイバーの、不意をつくっていう感じでね。これ回してんな。あ、オブセッションケイト。多分、自分が追われないから、結構がっつり動いてんだろうな。あ、オブセッションかな多分。だよね。さよなら。したらどうしよう。いや、追っかけるか。ちょっとあまりにも野放しにしすぎか。発電機回してる。これはさすがに良くないね。いや、ただ罠のとこ誘導するか。あ、いや、いたいたいた。この人でいいや。どこの罠解除したの？お？解除して引っかかってんぞ。窓か。作戦成功じゃん。いいね。オッケーオッケーオッケー。負傷してくれた。おお、うまい。よく見てんな。ただこれは一発殴れる。何それ。え？え、なになになに？なにその技。瞬間移動。ここ板あるかな。あるな。まあリーチだからゆっくりじっくり追い詰めるか。なあ、届かない。惜しい。まあ、向こうの窓塞がってるし。タイミングいいね。ずいぶん。さよなら。達者でね。残り2人でね。今残ってる3人がフレンド同士だったんで、もしかするとハッチとかの位置は共有されてしまうかもしれないので、ちょっと今回は全滅目指していこうかな。一人這いずりにしたら一人這いずり放置にして、もう一人探すって感じで。ささやきもあるしね。いたいた。双子か君たち。君じゃない。まず君から追いかけようじゃないか。罠がね、もう向こう側しか展開されてないんだよな。はい。残り一人。多分近くに潜んでるはず。板倒す。はい。でもこれは間に合わない。ラスト1人。どこだ。切断するなよ。頼むぞ。一応切っておこう。
周りの、まあ、準備整えるか。罠展開しまくって逃げ場所封じていこう。てかこの作戦いいかもね。窓枠の下に置いといて、でその手前にさらにダミーとして1個置いておくっていう、意外と使えるかもしれない。二重の罠。あ、これ回ってるけどささやきが反応しない。多分90いってるかな。行かねえかな。おーっと、そこ解除。マジ？あ、こっちから入ろうとしたんだ。なるほどね。まあでももう一個の罠は共有されてんのかな、やっぱり。ほい。さあ、そっち側は罠あるぞ。でもこれ間に合うかな。もう最後のお楽しみ効果で。間に合った。という感じで、今回はね、罠を仕掛ける速度を早めてみたんですけども、こうやって罠仕掛ける速度速くしなくても、まあ元の速度が速いから、どっちかっていうとそのオプションでついてくる破壊の速度を遅くするとか、脱出の確率を下げるとか、その辺の効果の方が大きいかもしれない。間に合うか。あれ？どこ行った？上かこれ。なんで上？あ、なんで上上がってんだ。はい、全滅ですと。まあ俺最後のお楽しみ、トラッパーはちょっと相性悪いかもね。罠引っ掛けたらどうせ発動しないし、もうちょいなんか手数の多い、まあハグとか、あとなんだろう、マイケルのレベル3とかで一気に一網打尽みたいな、そういう時ぐらいの方が相性いいかもしんないね。はい、というわけで今回はトラッパーの動画でございました。うん、やっぱバラバラだね。パーティーだとこんな感じでバラバラになる。てかこの人、弱音はなしだしかないんだけど。え？バグで映ってないだけ？なんで1個しかついてないんだろう。縛りプレイしてんのかな？あ、まあ、というわけで、今回はこれにて終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。バイバーイ。